大正はじめに、満州の大連に渡り、売り谷長蔵商店を開業、大豆貿易で成功した。1881年12月5日、越中伊水郡新港町で、北海道農産物を扱う、雑貨商を営んでいた荒木家の罰手として生まれる。出生した時、すでに長女は養子を迎え結婚していたため、家計を継ぐ立場にはなく、尋常小学校を卒業後、 17歳で単身、北海道に渡り、雑穀省のデッチになる。ついで神戸に移り、売谷吉兵衛商店のデッチとなる。堺井地から商店社長、売谷吉兵衛の娘婿である、神戸市店主人の二木栄一に、人物手腕を買われ、義兄弟の約束を交わすとともに、1908年、売賀八線を名乗る。同年、神戸市の魚問屋、魚前の長女、 埋と結婚。翌年、境緑陽光大連支店開設のため、妻埋を連れて、大連に渡り、特産品輸出賞、売谷彫像商店の看板を掲げる。しかし、日露戦争後の公共の反動で主教が悪化し、1912年、境緑商店は解散。彫像夫妻は帰国する。同年、再度妻を伴って戸漫し、貿易商。 売り谷ニ長造商店を設立大豆貿易に再チャレンジする。第一次世界大戦後の公共と官営取引所の開設は売りがやつ商店に絶好の追い風となったが1920年の東京株式市場の大暴落を契機として発生した戦後強行は直ちに大連にも波及し特産品相場は一斉に暴落した。売りがやつ商店も 大きな打撃を受け、再び無一文となった。しかし、長蔵の堅実な経営と整理の際の男らしい、処置に多大な信用と同情を払った、某銀行支配人が、再度の旗揚げを応援し、その貸し出しを受けた少額の金を資本に、またもや商船に打って出た。こうして、売りがやつ商店は、激しい淘汰の波をくぐり抜ける。基礎が固まったのは、 大正時代の後期だと思われる。売りやつ商店の最盛期は1932年から38年、頃であった。再生時は、その年少50万トンにも達した。当時の事業内容は、大豆その他の穀物輸出以外にも、各種農産物の加工、製造業もいった。ドロマイト工業にも着目、関東ドロマイト工業を設立している。 1940年頃からは、熱化商平泉によって炭鉱まで経営している。1941年発行の越中人物誌には、彫像の年賞については、取引年額5500万円は全満州かけて、これを凌駕する、実業家なしとされていると記されている。また、満州大豆を品種改良し、大粒の白米大豆を作り出す。 現在の米国大豆の原種であると言われている。1945年8月15日、終戦後の25日、ソ連軍が進駐、ソ連兵の略奪、暴行、一方で、現地中国人の暴動、軍倉庫、会社などの破壊、物資の略奪が横行し、ウリタニ家にもソ連軍が、トラック数台を横付けし、骨董類や火財は根こそぎ持ち出された。 老子などの屋敷、社屋を接収される。1947年3月に、一家は日本に引き上げる。引き上げ時の長像は65歳であった。1960年9月6日、心臓発作を起こし、日本橋柿柄町の自宅で、妻と、娘、医師の見守る中で78歳の生涯を閉じる。売りにが成功した要因はいくつか、考えられるが、 その第一は、堅実さである。1935年12月1日付の満州、日々新聞には、売谷長蔵自身の、輸送の円滑を図り、在庫品を豊富にしたいと題する、投稿が掲載されている。特産市場の順調な発展を図るには、単に市場に現れた相場の工程を考慮するのみで、なく、市場の在庫品を豊富ならしめ、 世界的大市場にふさわしいものとすることが必要で、豊富な在庫品を備えて、初めて円滑活発な取引ができ、したがって、特産界の繁栄、市場の健全な発展を可能なら占めるものと思う、ビジネス上の堅実さとともに、円満、誠実な人柄を商品に挙げる向きもある。市はその職業生活の上において、自他の信用を重んじ、市生治にあたる。 衝動徳の厳格な順法者であると同時に、私生活においても、稀に見る嘘徳の君主である。また慈悲を投じて、教理の教育家、公理、勇士を将来し、満州、朝鮮の視察をなさしめたこととは一二の例に、過ぎないが、モテ氏の人となりを、急に足りるであろう彫像がどこの組織にも属さず、 日号を受けなかったことがかえって実業家として成功したという見方もできる。当時の満州は関東軍、満鉄、そして三菱、三井という大財閥が権力を握っていたが、彫像はそのどこにも属していない。その点を大連志士でも高く評価している。人間は物質的に動かず、すべて社会を中心とし、 社会を元として動かねばならない。社会のために尽くすことはすなわち国家にご奉公するも同じである。そして現在の地位を保持し、守り通すことに努力する人こそ成功するものであって、目標を高きに置く人の生活は決して楽観を許さないと信ずるのである。私はこの意味においていかなる難事に直面しようが必ず環境によって処理し、 そして決断するのである。明日の針を切つるにあたって、過去を厚く眺め、そして現在の環境を自覚し、午末の無理もせず、天然自然にすべてを運ぶのである。これが私の心境であり、すべてを処する道としている。ありがとうございます。